おまけです。今ズーム勉強してます。で、なぜ私が生徒たちにズームを早く覚えてほしいかっていうと、私の今 iPad と共有画面を行っています。それでこれが例えばじゃあ生徒側の方に移ります。こんな感じで同じように見ることができるんですね。さらに、この中に、こういう絵を描くとか、まあ、こんな感じで、この中に書き込んだりとかってできるんですね。こんな風にしたりとか、あとまだ私もよく分かってないんですけど、まあ、例えばハートとか、まあ、書き込んだりとかできるわけですね。まあ、今ちょっと消しましたけど。で、あとはこういう、まあ、私の持ってるアプリで、これは例えば、ベートーベンについての作曲家のお話なんですけど、音楽史とかですね。で、こうするとちょっとイギリス英語になりますけど、Ludwig van Beethoven、こんな感じで喋ってくれるんですね。うん、ともうちょっと大きくしましょう。それから、It's very hard to find a picture of Beethoven smiling. Actually, he looks quite grumpy. He was quite grumpy, but he was good at writing music.とかこんな感じで、で例えば音楽を聴こえます。こんな感じでね、ね、どんな音楽だろうねとか、でそれを向こう側で共有することができるんですね。で、あとここに対して問題が出てきたりとか。 Question 4. Before the thunderstorm, is the music A. quiet or B. noisy? とかね。で、答えるわけですね。で、それは生徒側が That's the right answer. It is A. quiet. 今ちょっと答え、合ってた答えだったんですけど、ちょっと間違えてみましょうか。Try again. Try again だそうです。もう一度挑戦してみてですね。で、これをまあ英語ができる生徒はこのまま使ってても面白いですし、英語勉強したいし、音楽史も勉強したいっていう生徒には訳してあげながら楽しく一緒にできるかなと思いますね。で、この他にもいろいろアプリがありまして、で、例えばこういうのを一緒に、ゲームしていく。で、これは生徒側の方では、まあ、こういう感じで出てきて、そのままこれゲームやってくれたらいいんですね。こんな感じでね、まあ、こんな感じでやります。そう、向こう側にはそういう風に映ってる。で、私の方にはこっちのね、コンピューターの方に出てくる。で、これは速さとかを変えたりとかできるのでね、まあ、ちょっと今ダメだったらいけてなかったんですけど、いけてると、まあ、盛大な、なんかセレブレーションというか、そういう音楽とかが鳴って、まあ、ちょっと面白いとかね。なの でこっちの方にあるゲームとかも共有したりとかできるので面白いかなと思います。それでさらに、まあ、私もまだまだまだなので難しいんですけど、例えばですね、あ、こうか。それで今度は画像の共有をもう一回選んで、あ、いけました。ホワイトボードです、うん、で、そうするとここにこうやって絵を描けるんですね。で、例えば太いのにしたりとかして、
で、あとはこういうのも選べるんですね。で、そうするとこんな感じで、それであとはそう、こんなふうに音符書かしたりとか、できますよね。こんなふうにしたりとか。で、まあ、スポットライトとか、まあ、いろいろあるわけですね。んで、まあ、生徒の方ともこんな感じで、共有すると結構いいんじゃないかなって。特にあの、まあ、ちっちゃい子とかは、まあ、そうですね、こんな感じで、まあ、こっちでも書けるんですけど、 iPad であのタッチスクリーンにすればこのまま書けるので、私は今、コンピューターなので書きにくいんですけど、マウスだと、まあ、手でこんな感じで書けば、確認できるんですね。こっちの方で全く同じことがっていう感じです。だから、まあ、こういうのを覚えていくと、まあ、面白いですよね。こんな感じです。グッジョーブって感じですね。はい、おまけでした。早くズーム皆さんも覚えていろいろ有効にしましょう。じゃあね。